皆さんは太陽が緑色だってご存知でしたか？少なくとも太陽は全ての色を持っています。どういうことかって、まるで冗談のような本当の話、目で見てわかりませんか？なんて。実は太陽は光のスペクトラムの全ての波を発しています。つまり太陽は同時に赤であり青であり緑黄色でもあるのです。そもそも虹が生まれる過程を考えてみたらわかりやすいでしょう。太陽の光が大気中の水の粒にぶつかると、光が様々な色の波長に拡散されます。こうすることで人間はそれぞれの色を見ることができるというわけです。それぞれの色は一つの光にまとまると白く見えます。人間の目は全ての色が同時に存在することを認識できず、それを白として認識します。ちょっと待った、白ってどういうこと？だって太陽って黄色でしょ？そう、太陽は確かに黄色も含んでいます。ああ、でも今空に浮かんでいる太陽を直接見て確かめようなんて危険ですから、しないでくださいね。太陽は国際宇宙ステーションから見ると真っ白に見えます。これが太陽の本当の色なのです。太陽が黄色く見えるのは大気中でその光が拡散した結果。地球の大気は青い色をよく通しません。その一方で赤い方面の色はとてもよく通すのです。実は空が青く見えるのもこれが理由なんです。日の出と日の入りの最中、波の短い青い光は拡散され、波の長い赤い光はしっかりと私たちの元に届きます。ですから人間の目に日の入りはピンクからオレンジ、赤にかけた色として目に映るのです。では仮に太陽の色が違っていたらどうなるのでしょう。この疑問の答えのヒントは今までの内容の中にあります。 1. 太陽は全ての色を持っている。 2. 地球の大気は青を拡散して赤をよく通す。ですから太陽の色が例えば赤になったとしてもどうなるか想像がつくわけです。世界中は夕焼けの時のような色になるでしょう。悪くはなさそうですね。日が暮れるのを待たずして赤い空を堪能できるわけですから。オレンジ色の水面に浮かぶ赤い月、全体的にやや暗くはなりますが、それでもまあ美しい景色になるはずです。ちなみに太陽はやがて赤くなることが運命づけられています。その命が終わりに近づくと燃え尽きる直前に膨張し、赤色巨星へと変化するのです。まあそうなった時、地球は景色どころではなくなってしまいますが、その時に人類がいたら良い知恵を絞ってくれることでしょう。さて、では太陽の色が緑色だったら、実のところ太陽は実際に緑色をしています。いや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 、冗談はよしてくれ、さっき白だって言っただろうって思いました。素晴らしい記憶力ですね。しかし問題は太陽は白く見えているだけなのです。科学的に説明すると、その表面温度はおよそ5500度。つまりこの時スペクトラム上で最も強く出る色は青緑色なのです。実際に太陽が緑に見える世界を考えるには、その他の色を取り払う必要がありますね。さてそうなると地球の大気は純粋な緑色の光を通すことになります。そうしたらどうなるか、当然全ては緑色に見えるようになります。また明るさもそれなりに暗くなるでしょう。緑色の光の下で暮らすのは簡単じゃありません。ではお次、太陽が青かった場合、青い恒星は実在します。これらの星は生殖巨星と呼ばれています。幸い太陽は含まれていません。幸いというのは、そう、もし太陽が生殖巨星であった場合、太陽は若く美しく考えられないほど巨大で非常に熱い星となっていたはずなのです。私たちは直感的に赤は熱い、青は冷たいと考えがちですが、恒星の場合は真逆になります。最も熱い部類の恒星は青白い色を、そして最も冷たい部類が黄色から赤の色を示します。ということは、そう、太陽は恒星の中ではかなり冷たい部類なのです。青い太陽の下では皆さんの街の平均気温は何倍にもなることでしょう。地球温暖化どころか地球大炎上、青い星はお帰り願いたいものです。そんな太陽の下で見える世界はどんな風になっているでしょう。実は大した変化は起こりません。地球の大気は青い光を拡散します。
ですから見える景色はほぼ同じになるのです。確かに空の青さはもう少し色濃くなるかもしれませんが、他は変わりません。ではお次、最も暗い色だった場合、黒い色になったらライトをつける必要がありますね。何せ光がもうやってこないことになるわけですから。そうなれば世界中の人々は四六時中電気をつけっぱなしにする必要があります。月ももう見えません。私たちが普段月を眺めることができるのは、月が太陽の光を反射しているからです。太陽が黒くなれば空を明るく照らすのは星だけとなります。しかしそれでは大した明るさにはならないでしょう。しかし黒い太陽の下で暮らすことは現実ではまだ起こりません。そりゃ黒い星なんてありませんから。しかしやがては太陽も黒い星へと変化すると言われています。ブラックホールとはまた別の天体です。その星は仮説の上で黒色矮星と呼ばれています。白色矮星という名前は聞いたことがありますよね。太陽のような恒星が生涯を終えるとき膨張して赤色巨星へと変化します。そして次第に上層部分を失った太陽は白色矮星へと変化するのです。太陽は燃料を失い、そこからゆっくりと冷えていくことになります。そうして最後には小さな核を残し燃え尽きてしまうのです。完全に冷えた太陽はここでついに黒色矮星となります。しかしそんな星があるなんて聞いたことないですよね。そう、実はそんな星は実在しません。しかし仮説上は存在するのです。どういうことかというと、恒星が黒色矮星になるには1000兆年が必要と言われているのです。しかし私たちの宇宙はまだまだそれに比べたら赤ちゃん、まだ140億歳に過ぎません。ですから宇宙に存在する恒星の中でこのステージに到達したものはまだいないのです。最も古くから存在する星ですらまだ光を発し続けています。黒色矮星が仮説上にしか存在しないのはこれが理由です。果たして人類がこの星を見ることができるかは分かりませんね。夜空に浮かぶ星はその光が届いているだけで、大体の星はもうすでに死んでいるという話がありますが、これはまだまだ嘘です。ですがせっかくなので、ここで太陽が黒色矮星になったらどうなるかを考えてみましょう。まず太陽系全体を暗黒が覆うことになりますね。また非常に冷たい環境になることは間違いありません。そして月がその軌道を外れて地球に落下します。さてここで人類がまだ生きていたとしましょう。実は人類はすぐさま凍え死ぬわけではありません。地球には核があり、そこには熱が残っています。その温度は5000度以上。地球の表面は0度程度まで落ちてそこで止まります。地球の核もやがてゆっくりと冷えていくでしょう。気温は2ヶ月ごとに半減していきます。2ヶ月目の気温はマイナス123度、そして1年ではマイナス270度となるでしょう。草は一瞬で死に絶えます。これは気温のせいというよりは光合成ができなくなるため。その他の生命は酸素がまだ残っていることで、ある程度は生き続けることができます。そして不思議にも思えるかもしれませんが、木は結構長い間生き続けることができます。木は代謝が非常にゆっくりで、地面から養分を吸い上げて生きています。海面は瞬時に凍りつきます。幸いこの氷によって深海の温度は守られることになります。ですから海が完全に凍ってしまうまではしばらく時間がかかるでしょう。海洋生物はまだまだ生き続けます。人類が生まれる以前から暮らしている海洋生物は、極端な温度変化や酸素、食料不足、極端な水圧といったさまざまな環境に対応する力を持っているのです。では人類はどうなるでしょう。まず皆が体調を崩すことになります。ビタミン D が生成できなくなるため、多くの健康問題が発生するでしょう。また体はメラトニンを生み出すために日光を必要とします。メラトニンは睡眠のリズムを作るのに不可欠なホルモンです。これなくしては体が混乱をきたし、眠るタイミングがわからなくなってしまいます。多くの人が不眠に悩まされることでしょう。しかし人類は絶滅を逃れることができます。そのための方法は2つ。巨大な潜水艦を建造し、地球の核により近い海の深くに潜るか、あるいは地表で地熱を得ながら生活するか。
例えばアイスランドのような生活に近くなるでしょう。火山の近くに移住するという方法もあります。火山の熱があれば長い間暖を取り続けることができるというわけです。人の目も暗闇に慣れていくことになるでしょう。しかしそのうちに限界がやってくるようになります。そうなれば完全なる暗闇で暮らすことになれなくてはなりません。でも未来のことは分かりませんね。人類はこの生活に適応することができるかもしれません。皆さんは選べるとしたらどちらがいいですか？海底で潜水艦の中で暮らすか、あるいは火山のそばに移住するのか。